その昔、シナの国に竜をめでる君主がいた。着るもの、住む館にも竜の絵をつけ、自分の身も家具調度も竜の模様で飾り立てた。口を開けば竜の偉大さ、美しさを褒め添やした。男の竜への執心はやがて竜人の耳に届くほどであった。しかし実際に竜が窓辺に姿を現したとき、男は恐怖のあまり死んでしまったという。大言壮語をなしながら行いは猥琐なものが多い。しかし俺は自らの行いをもって名を挙げるのだ。そして世の中の奴らが俺を求めて尋ね来るようにしてやる。お主が暗黒の三人と称される侍か。お主の腕が天下無敵と聞いてはるばる訪ねてきた。手合わせよ。酔っ払いどものざれ言を本気にすべきでなかった。来てみればこいつは取るに足らぬ老いぼれに過ぎないではないか。やはりお主だな。逃げられるうちに去るがよい。そうはいかぬ。お主を訪ねて長旅をしてきたのだ、老いぼれめ。俺は暗黒の三人を倒した男として名を挙げるのだ。世の中は俺を無用とし虫けら同然に扱っているが、俺は自分の存在を示してみせる。俺を求めて来させてみせる。世に名を残すのだ。うっうっうっやっうっうっなっう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 っやっうっやっえいっうっわしはこの呪われた場所にやってくる途中、ある村を通った。そこでは婚礼を祝っておった。村人の顔は誰も彼も喜びにあふれておった。わしは思った。こんな無意味な単純な人生を祝うなど、なんと浅はかな者たちよと。だがここで過ごした年月のうちにわしは分かったのじゃ。わしやお主のような人間よりもあの者たちの方が常に幸せであるということをな。あの者たちは自らの存在を疑ったりしない。夢に時を
無駄に費やしたりしない。命を与えられたままに生き、人生をあるがままに受け入れておるのだ。それに引き換え、我らは最高を極めねば気が済まぬ。最も秀でたものになられればと考える。名を知られなければ他に我らには存在の証がないとは愚かなことよ。竜が俺の窓辺に来ている。来る日も来る日も俺はここに座っている。覚めることのできない夢に閉じ込められて。俺は生きているのか、これは現実なのか。しかし俺の名は知られ、人は俺を求め訪ねてくる。なぜなら俺が暗黒の三人であり、俺は常に存在するからだ。